VJ 遺伝子再構成は、免疫システム内の免疫クロブリン、TCR 生成の初期ステージにおける遺伝子再構成の仕組み、初期のリンパ組織で起こる。VJ 遺伝子再構成は、骨髄や胸腺でのリンパ球の遺伝子断片のランダムな組み合わせである。抗体や TCR をコードする DNA は、多数の断片として、染色体の上に並んでいる。 これらの DNA 断片は、リンパ球の分化の過程で連結され、完全な DNA となる。いろんな遺伝子をランダムに選べるので、いろんなタンパク質を作り、いろんな抗原に対抗することができる。人の抗体分子は、3つの遺伝子座の遺伝子で暗号化される、CV と VV との重さ計算で構成されている。第14染色体の免疫グロブリン重遺伝子座。 免疫グロブリン重査のための遺伝子断片。第2染色体の免疫グロブリンカッパ遺伝子座、免疫グロブリン計算のための遺伝子断片。第22染色体の免疫グロブリンラムダ遺伝子座、免疫グロブリン計算のための遺伝子断片。各々の,の,の重重遺電子、計遺電子は3種類の遺伝子断片の掛け算ででき、抗体タンパク質の様々な部位を作る。 例えば、免疫グロブリン重差部位は44個の部位遺伝子、断片、27個の D 遺伝子、断片、6個の J 遺伝子断片からなる。検査も多くの部位及び J 遺伝子断片からなるが、D 遺伝子断片は含まない。DNA 再構成は、リンパ球から遺伝子断片をコピーし、約3000億種類の抗体を作ることができる。 ほとんどの T 細胞受容体は一つの α さと一つの β さから構成される。T 細胞受容体は免疫グロブリンと似ており、V、D、J 遺伝子断片を β さに、V、J 遺伝子断片を α さに含み、それらはリンパ球の成長過程で再構成され、その T 細胞に特有の抗原受容体をもたらす。 自己反応しない受容体を作れなかった細胞はアポトーシスする。免疫グロブリン重査の VJ 遺伝子再構成を簡単に図示したモノ B 細胞の生成時、最初の再構成は重災遺伝子座の D 遺伝子断片と J 遺伝子断片の間で起こる。これらの遺伝子断片の間にある DNA は除去される。この DJ 間の再構成の次に上流にある V 遺伝子断片が加わり、 VDJ 遺伝子断片が再構成される。こうして V と D の間の断片は、細胞のゲノムから除去される。最初の転写は、この重差の VDJV と Cμ と CΔ を持つを、Cμ 差の後ろに加えられ、VDJ と Cμ の間のものはなくなる。このメッセンジャー RNA が、免疫グロブリン μ 重差タンパク質を生む。免疫グロブリン電子座のカッパさとラムダさは、 蒸気の重さと同様にできる。ただ、軽算には D 断片がない。ありがとうございます。